情報スピークです。お越しいただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。今や悪評がとどろいてしまったエーミヤですが、海外でも手厳しい報道もされてきているようです。ザ・カンバセーションというオーストラリアで有名なウェブサイトに、今年の1月28日付で、男系天皇が減少する中、日本の指導者は、ついに女性天皇を受け入れるのか?と、題して、記事が出された。ここは大学教授などの専門家がリサーチを行っており、抜群の信頼度を得ているところのようです。その中で、注目される部分をご紹介します。兄に次ぐ皇位継承者となったエーミヤ殿下は、世間的にはあまり人気がない。エーミヤが、自宅の改築に43億円5000万オーストラリアドル以上を費やしたことや、娘のエムコ様と KK さんの結婚に関するスキャンダルが不評を買った。このため、女性宮家継承に対する国民の意識は大きく揺らいでいる。最近の調査では、85% の日本人が女性天皇に賛成し、80% 以上が次期天皇には愛子内親王を選ぶと答えている。1999年に行われた同様の調査では、女性天皇を支持する人はわずか 35% だったので、これは大きな変化である。はっきり、海外の大手メディアに、世間的に人気がないとまで書かれては、悪評が知れ渡ってるってことよね。これだと、海外の人と会ったりしても、エーミヤでは皇室外交もできんかもしれんね。記事は現状を結構詳しく書いていて、日本の皇室典範のことや、女性天皇が昔はいたことなどを、卑弥呼のことまで出して書いています。また愛子様が、コロナで困窮している国民のことを考え、ティアラを叔母のさや子さんから借りたこと。しかし愛子様が、好意につくことはない。有識者会議が、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、旧宮家の復活の2つの案が出されたが、これらはあくまで提案であり、実現するかどうかは誰にもわからない。仮に実現しても、問題はあると書いてます。そして欧米の記事らしく、男系継続は女性差別だという話を出していて、世界経済フォーラムが2021年に発表した世界男女格差報告で、日本は、156カ国中120位となり、G7 諸国の中で最悪となった。とも書かれ、さも、女性が天皇になれないのは女性差別にあたり、岸田文雄首相の20人の内閣に、女性は3人しかいないとも書かれています。まあ、欧米から見れば、なんで女性が天皇になれないのか?は疑問ではあるでしょうね。欧米の王室は、長子相続をしているところが増えているからね。そやけど、それはそれ、日本は日本やから、口出しせんといて。今まで男系男子で続いてきたことに価値があるんやよ。それから、ひい様にも自由がないようなことも書かれてました。外野がうるさいね。もしかしてこの記事、誰かの仕業で世論誘導のために書き出されたのか?まあ、そういうことをしても、日本国民の伝統を守るという意識は変わらないけどね。エーミヤへの批判記事は、どうもかなり前からあったようです。著名ジャーナリストのエドワード・クライン氏が、1993年に、雅子様の犠牲という日本の皇室のリポートを出している。これは当時の皇太子、今の天皇陛下が雅子様と結婚された時の皇室のことを書いています。やはり海外の人ははっきり書くもので、この記事の中に
とんでもない記事が書かれている。はっきり書くなという部分をお伝えします。巫女様の真面目でひたむきな性格を継いだ兄の成人様は、退屈そうなおじんと言われてしまうなど、その地味さゆえに女性からの人気はあまりない。傲慢不遜でわがまま、大酒飲みで女好きな弟の栄宮様とは一線を画していた。いくらなんでも退屈そうなおじんとは、全くはっきり書くねえ。そんでもって栄宮は、傲慢でわがまま、大酒飲みで女好きとは、まあ、当たってるけどね。栄宮様は、兄が女性受けしないのは、足があまりにも短く、モンゴロイド特有の顔立ちだから、と発言したことがあるそうだ。栄宮様は、東京のナイトクラブやディスコで、大量に酒を飲んでは、女遊びに興じていた。ファストハンズ、手が早い女たらしの悪名で知られ、その様子が交際していた喜子様の父親、当時、同大学の教授であった子、川島達彦氏の耳にも入り、怒りを買い、警内庁としても収拾がつかなくなった。本当に栄宮が、天皇陛下のことを、短足でモンゴロイドと言ったのかはわからんけど、多分、言ったんでしょうね。喜子様の父の怒りを買いとは、子供を下ろしたと、川島教授が怒鳴り込んだことやね。それにしても、ディスコで遊んでいたとは、全く神に仕える立場ではないね。旧宮家が、世間の赤にまみれているなんて言う人もあるけど、栄宮こそ、世間の赤にまみれきってるね。また、2008年7月に、英語圏の人々が、世界中の皇族、王室について語り合う、ザ・ロイヤル・フォーラムという人気のフォーラムで、栄宮の人間性というタイトルで、スレッドが立ったことがある。そのフォーラムで、栄宮を悪く言う人がやたら多かった。次のような書き込みがありました。1996年4月、クリントン大統領歓迎晩餐会があった際、それを欠席して、大の愛人女性と密会していたらしい。これは、日本の週刊誌による単なる作り話という扱いになっているが、皇室に関する事実無根のゴシップ記事は、メディアとして命取りになる。編集者は、情報には相当な自信がある様子だった。栄宮様が、大学での専攻は鳥類学だったにもかかわらず、ナマズの専門家となって、頻繁にタイを訪れていた本当の理由は、愛人の存在。妻を同伴せず、単独で、ベトナム、インドネシアも訪れているが、やはり愛人がいるのでは、という噂だ。妻の喜子様に対する、栄宮様の、常に勝ち誇ったような上から目線や振る舞いが深い。反省、謙遜、感謝というものは感じられない。数年前、栄宮様が、兄が結婚できないのは、背が低く細い目をしているからだと言っていたという話をどこかで読んで、嫌いになった。好きなだけ女遊びをするモテモテの弟が、おそらく女性経験もなく、お妃選びに苦しんでいる兄を馬鹿にし、言いたい放題。栄宮様には、地面に倒れている人を、なおも踏みつけるような残酷さを感じる。栄宮様は、性的にも奔放だが、言動には、ショービニズム、自身の位置や属している集団が、最強かつ気高いと信じ、周囲をおのずと見下すようになる、の精神を感じる。ここに書かれているってことは、大の愛人や女遊びは、もう世界中に知れ渡ってるってことよね。こんな人が、今後、皇室外交できるのか？
恥をさらしていくばっかりやない？ただ猫には、エイミアが男子を誕生させたことで、兄夫婦の立場を苦しめてしまって悪者扱いされているのでは、とか、将来の天皇の父として、懸命に努力している、などという良い評価も少しはあったようです。まあ、男子を作ったということは、良かったとは思うけど、やっぱし、召喚の部分が腐ってるからね。それが、今、明るみに出たってところよね。それにしても、もう海外には、エイミアの悪評が知れ渡っているんやね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。